怖この辺からよいしょ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 取れた。こういう取り方じゃないんやろうけど、そこから次はなんかなんやろう、この辺でもなんか取れるんかな。猫社員これさ、プレッシーのコースの一つなんじゃない。なんか私が輪っかをくぐってないだけでねえ、なんかあめちゃくちゃそんな感じせんよっ。これなんか回転させるやつあるよ。違う違う、逆逆、よいしょ。この辺出てくるかな。あんなところに、え、あれいけんくない。え、いけんよね、あれ。だって、プレッシーでさ、あの黒いとこの上行っても、もうプレッシー消えたもん。痛い痛い痛い。跳ね返された。ってことは、後回しにしよう。うん。そこは後回しということで。めちゃくちゃ道開けてくれる。超いい感じ。あ、かわいい。あそこ、猫や。ん？ここは、一体何が？痛い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 。ちょいと待ってね。ここで降りて、上に。うわ、めっちゃ猫。荒れ地のギガベル。めっちゃ猫いっぱいある。あ、野球ボールがあるよ。何？あ、ここになんか出てくるっぽいね。あの猫社員が。何？戦いですか？おいー。よっ。ね、ちょっとクッパジュニアも頑張って。クッパジュニアも頑張ってください。どう？全然関係なかったよな、今の。全くもって関係なかったよ。別にこれ時間制限とかないよね。ただただやっつければいいだけやろ。余裕。あの野球ボールはどこに持っていけばいいんかな。苛烈水たまりのボックスバトル。よし。まあ、別にそんな特別強いわけでもなかったけん大丈夫。そこにめちゃくちゃ光り輝いて、あ、あれか、回しよったやつやね。どうやって行くんだい、あれは。んで、ボールはどこに持っていけばいいんやろうな。あ、これ落ちるやつや。走り出してから思ったけど。ちくわっかとやっつけるフューリーシャドウ。どこに現れるんやろう。あれフューリーシャドウ？あ、ぽいね、ぽいね。待って、落ちたよ、私。待って、落ちたよ、私。必ず、ここから上がれるんか。オッケー、オッケー。別にこれも時間制限ないんやろ。よし。ちょいとアイテムをくださいな。お、これでさ、微妙にずれてる。これでさ、遠くから攻撃すれば。よしよし、いいぞ。で、次はあっちだ。ちょっと待ってね。よし。上に行き上がった。あ、こんなところにもあるやん。うん。ん？ここ上も行ける？いや、上はないんか、別に。で、あの上に。来たよ。この近くにはね、熱戦のとこ別になかったっけ。待ってくれ、待ってくれ。急にシャドウ消えたんですけど。あ、マジで消える感じ。あー、落ちた。これは落ちてはいけない場所では。あー、危険危険。
険危険。ちょっと待ってね、とりあえず大きくなる。こんなにポイン、どこに行くのこれ。別に特に何もない感じか。あ、これ、これ破壊して、これ何かは分からんけど、おっしゃー来たね熱戦で発掘ネコシャイン。よし、これプラスのフューリーシャドウ、オッケー。とりあえず1段階。はあ、よかった、近くに熱戦のがあってで、私は今そのかけらも集めたいんですよね。かけらあと何個いるんかな、わからんなわからんな。ちょっととりあえず上上がろう。これが灯台からの最後のお知らせです。え、最後マジで。灯台まだめちゃくちゃいっぱいあるけど。ヘルプをご存知ですか。ヘルプでは基本的な遊び方だけでなく、特殊なアクションやお役立ち情報をお伝えしています。メニューヘルプをご確認いただくと何か新しい発見があるかもしれません。お知らせは以上です。もうアドバイスはありません。了解です。悲しい悲しい。よし、次はこれで向かう。こっから向こうにとか渡っていけんかな。あ、フューリーシャドウ。あ、全然向かえんかった全くもって向かえんかったとりあえず遠くから攻撃できるようにしとこ。そう、すぐそこだな。やばい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 、助けてー。いや、危険、超危険。ふう、危ねえ。なんかこうやってさ、下手くそすぎてこうやって何回か回復しながらやっていかんと無理なんやけど。危ない危ない危ない。おっしゃ、やっつけたイエーイ、やっつけたフィオリーシャドウ。ふう、これでここの島完成やね。なんかさ、あの猫型の山というか岩というか、あの辺にもなんかありそうじゃない。なんもないんかな。さあ、これであとは灯台の上が光っとったけん、またアイテム取っとこう。これ段階によって、段階によってと、この灯台自体なんか伸びよる、なんかそんな感じする。あそこなんかどうやって行くんやろ、こう。ん？あれ？回転させるやつあるかな、もしかして。なんかありそうな気がする。あ、おったおった。あったあった。ちょいとあっちの島へ連れてってくださいまし。こっちこっち。この小さい島。よいしょ。んで、ちょいと私は猫になります。あと6個やね。思ったよりあっという間やったことない。いい感じいい感じ。待って、待って、おっしゃギリギリじゃない。回して飛んでゲットラニャ。思ったより距離があったよし、そして絶対簡単やんって思ったけど、時間制限があるということを忘れていた。あと5個。さあ、次はどの島かな。全然乗り移れてなかった。こっちかな。いや、違う、あっちだな。ここ行けんとこやった。めちゃくちゃ遠回りやね。またささーっと避けてくれる全然避けてくれんかった。いい感じに、そう避けてくれた感じに見えただけやったんかな。さあ、あそこの上かな。
しょ。さあ、荒れ地のギガベル、またここまで来たけど、あの野球ボールは？あれ、なくね？あれ、野球ボールなくね？野球、あ、あるわ。別にこれ何も関係ないんかな。え、なんかなくなったけど。あ、野球ボール向こうの方行ったんやけど、あれ関係ないのか？わからねえ。あ、でもここ目覚めをギガベルしかないけん、別に何もないってことか。あ、ねえ、ここ熱戦あるけど。熱戦あるけど、熱戦のことは何も言われてないけん、まあ、土管が出てくるとかそういう感じかな。土管タワー輝け東大の猫社員。ここ一個だけっぽい。待って、怖い怖い怖い、めっちゃ怖いんやけど。待って、これは一体どこに行けばいいんだ。怖い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 。どこに行けば正解なんですかね。こっちはどうだ。出た出た。待って、コッパやってくるんですけど。待ってよ、今ちょっと違うって。今ちょっと違うって。お、よし。いい、怖い怖いよ。待って、これここでよいしょい。一旦上に出てからの、でもさ、これずっとこの中におればさ、めっちゃなんか安全じゃない？今私超絶安全じゃない？あれ、あ、しかも破壊してくれた。よっしゃー、これで2個。ちょっと待って、これさ、あんまり遠くに行ったら、さっきね、欲しかったかけらがあるんやけど、それがちょっと取れんなるよね、あんま遠くに行ってしまったら。いや、戻りたいんですけど。あ、よしよし。何？消える？今度は時間経過で消えていく？オッケーオッケー。かけらあと何個かな？いい感じに今集めてきたと思うんやけど。でね、そこの、これこれこれ、上にあるやつをね、取りたかったんすよ。こっからもう上がれんくね？これ入れるってことかな。よっ、あ、戻れた戻れた、よかったよかった。よかったよかった。あ、進めねえ。よし、ちょ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 、あ、待って、戻ってった戻ってった、やめてよ、やめてくれ。で、これはあれか、あっちに行かんといかんのか。こっちやね。東大の猫社員。ここはこの1個だけ。あ、1個だけっていうか、かけらは？かけらはまだあるってことか。あ、やった、周りの地形がちょっと広がってくれた。嬉しい。助かる。よし。ちょっと破壊しておく。よし、これで、はい、猫になって、あとかけら2個か。どこにあるんやろ、かけら。うーん、あ、
あ、ここにあるぞ、かけら。え？え？ちょい。ちょい待ってくれ。ここから、あ、違う違う違う。違う違う違う。これで戻ってくるんかな、また。ん？違うな。これでとりあえず1個取って。あ、ここはもうこれで以上か。で、あと1個もう見えとんやけど、そこに。どう行けばいいんだ、これは。あ、この辺から降りればいいのか。この辺からよいしょ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 、取れた。こういう取り方じゃないんやろうけど。猫社員チップを5枚集めろ。これでこの島完成やね。 OK。 ふう、まあね、本来は今のね、下から出てこんといかんかったんやろうけど、まあそれはそれでいいとして、ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。